ジャン・エリゼ・ピュイ・ホルカ、1897年8月5日、1945年10月20日は、フランスの銀細工職人、彫刻家、デザイナーである。ミラーズ・アンティーク百科事典では、フランス・アール・デコにおける最も重要な、銀細工師とされている。ピュイ・ホルカ製作によるデカルトの像ピュイ・ホルカは、第一次世界大戦で従軍し、戦後銀細工職人、デザイナーの見習いを始める。 パリに居住し、アールデコ様式のデザインによる作品を生み出した。その銀製品は、滑らかな表面の仕上げが施され、気化数列に基づいてデザインされていた。造毛、オニキス、ラピスラズリ、ローズウッドをその作品の装飾に用いたほか、メッキも使用していた。1927年頃、ピュイホルカは、パリを離れ、サンジャンドリューズに今日構える。 1928年に現代芸術家連盟を共同で設立。1934年からピュイホルカはテーブルウェアのデザインに着手し、典礼用の銀製品のデザインも手掛けた。1941年、ピュイホルカはメキシコに今日移し、その後アメリカで作品の展示を始めた。アンディウ・ウォーホルはピュイホルカのシルバーウェアを収集していた。1970年代に、 パリを訪問した際に入手したもので、1988年、サザビーズで、ウォーホルの記念品のオークションが行われた際、このコレクションは、45万千ドル、アベンチュリンによる装飾が施されたチュリーンは5万5千ドルで、落札された。クーパー・ヒュイット国立デザイン博物館及び、ビクトリアアルバート博物館、ピュイホルカの作品のコレクションがある。 一連のブティックの名前は彼の名にちなんだものであり、ビュイ・フォルカがデザインした製品や彫刻作品を販売している。ありがとうございます。